おいでナンシー。何回も繰り返し使えるという噂の布ナプキンを機器として購入したんだけど、手洗いが本当に苦手すぎて大変、本当に申し訳ないのですが、数回で捨ててしまった湯切りです。よろしくお願いしまーす。本日のお悩み。生理中に使用する衛生用品、カッコ、ナプキン、タンポン、月経カップなどについてどれが自分に合っているかわかりません。どう選べばいいですかと質問いただけました。これはね、簡単だ。全部試せ。いや、でもそれは、でもね、これはね、そうなんですよ。だからね、金かかんだよ。金かかるんだけど、でもまあね、どうしても生理っていうのは、まあ、そこそこの期間付き合っていかなきゃいけないものなので、まあ、どうせ定期期来るのであれば、自分にとって合うものを使った方がいいので、まあ、それでね、こう、なんだろう、こう、気持ちよく過ごすことにより得られる生産性とかを考えたら、まあ、一番最初に、その一通り全部試すっていうのは、まあ、これはワッチはいい投資なんじゃないかなとは思っていて、まあ、各言う、ワッチもですね、いろいろやりました。で、これはワッチ自身の体験でしかないので、あなたに合うやつでは多分ないから、あ、こうやって変えていったんだっていう参考程度に聞いてほしいんですけど、ワッチは一番最初、生理1年生、まあ、てか、だいぶ長い間ずっとナプキンでやってきていて、で、ナプキンだとやっぱ漏れちゃうんだよね。だからもう小学生の時とかマジしょっちゅう、ズボンとかね、スカートを汚し保健室に行き、なんかね、貸してもらったりとかしましたけど、で、なんか漏れるなーって思ってて、その後、その漏れっていうものを解決するために、おむつタイプのナプキンっていうものを履いたりするようになりましたね。で、その後、ある程度成人してから、なんかもっと他にも選択肢欲しいな。その、まずそのドビュッと出てくる、あれが不快なんだよなっていうことに自分なりに気づき、そこからはナプキンをつけて、さらにそこにタンポンを入れる。ブスッと。入れちまうことで、その出血感、ドロッと感っていうのを、まあ、なくすることには成功しました。で、これだと漏れもしないです。ただ、まあ、タンポンってやっぱどうしても中にズボって入れるっていう負担がかかるので、これは量が多い時じゃないときついんですよ。だから結局ほら、綿だからさ、それをあそこに入れるっていうのは、もうよっぽど、言い方汚いですけど、ぐちょぐちょじゃないと入らんのよね。もうカッサカサの花園に、その、カッサカサのタンポンを入れるのはマジ痛くて苦行なので、そうなってくると、まあ、量が少なくなってきた時っていうのは、まあまあ、どうせ別に漏れることもないし、ドロッとかもないから、まあ、言っちゃいいんだけど、でもなんかその、ちょっとだけ出ることによって逆にまたその花園周りが痒くなる、なんか蒸れて痒くなるみたいなのも嫌で、でタンポン入れたいな、あでもカサカサすんの嫌だなって思っていた時に、今度は月経カップの存在を知り、月経カップっていう、まあ、シリコンのね、カップがあって、それを鼻の中にズボって入れるっていうやつがあるんですけど、まあ、それも使っていました。で、それの場合は、まあ、快適ではありましたね。その、お風呂とかも入り、お風呂ってかなんていうの、その、プールか、プールとかも入りに行けるし、非常に快適ではあるんだけど、ただですね、まあ、人体ってどうしても、空気を吸っているからには体内に空気が溜まるわけであって、何かしらのどこかしらから、なんかこう、空気って排出されるんですよね、そうすると。で、そんな時に、まあ、血ならじゃないですけど、なんかこうね、花園からこう、空気がこう、うってこう、多分押し寄せてきた時に、こうなんか、半身でプリッって音がして、その時に、もうその、空気の圧によって、こう、月経カップが漏れてくるみたいな、ポコってこう、空気、がこう漏れてくるってことはね、それと一緒にこう経血も漏れてきますから、それでジョボボボって全部漏らしたことがあって、で、あとは月経カップはそのワッチの場合はちょっと取り出しが困難だった、その膣に力を入れてこう出産のような感じでうーってこうどんどん下の方に下げていって。
て、で、最終的に手でプリって取るっていう感じなんですけど、なんか、いや、これちょっと痛いの苦手な人は耳塞いでほしいんですけど、あのね、その月経カップってこう、取り出し口みたいなやつがあるんだけど、それを掴んでこう、ピリって出すんだけど、その掴んでいるのが月経カップなのか、膣の壁なのか分かんなくなっちゃって、もうこう怖くて、これ掴めない、やだ、怖いって、そう、だからその、別に膣ってそんな感覚鋭いわけじゃないから、もうそれがシリコンなのか、実分なのか分かんないんすよ。もう今思い出すだけでもちょっと嫌なんすけど、っていうぐらい、ちょっと嫌で、で、それが怖くてやめちゃったんですけど、でも最近ね、月経カップってあのカップの方じゃなくて、月経ディスクっていうのも最近出てるらしいんですよ。なんかもっと平べっちゃくて、で、なんかもっとこう分かりやすく指を引っ掛けるところがあったんだけど、あるけど、でもあれも分かんなくなる気がすんだけどな。まあでもそれに関しては使ってみないと分からない。だから気になる人は自分で使ってみましょうって感じなんですけど、まあ結局ね、月経カップにしても何にしてもね、まあさっき冒頭でね、あの布ナプキン腐らせましたって話したけど、いや、あのね、洗えないのよってみたいな、ズボラな人間は分かる、分かるよ。環境にね、いいかも分かる、すごいわかるんだけど、でも環境にいいことと自分がちゃんと清潔に生きていけることはまた違うので、それはあの清潔にするのが得意な人がやってくれればよくて、ちょっとわっちゃ別のところでちょっとまあ地球には貢献していくんで許してほしいんですけど、もう無理手で洗えない洗濯だって毎回泣きながらやってんのにそんなね、月経カップとかね、布ナプキンのケアなんかできねえんだ。これもうさっき言ったその布ナプキンの話を詳しく話すと何が起きたかっていうと、布ナプキンはちょっと付け置きしましょうみたいなのがあるのよ。ちょっとバケツみたいなやつにね、入れてしばらく付け置きしておきましょう。で、時間が経ったらそれでまた手で洗いましょうってやつなんだけど、もうね、あるなーって思うの。あ、そこに付け置きのナプキンあるなーって。あとで洗おっかなっていうのを、2週間繰り返して、もう二度とあのバケツを開けることはできないっていう蓋付きのね、やつですけどね。怖くて開けられないっていう状況になってしまったんで、あの、すぐ捨てたっていうのがあって、本当に向いてないので、あの、そういうところも含めて、もうこれはやってみなければ、わからないので、あの、ぜひやってみてほしいと思います。で、最近はそれだけじゃなくて、体のね、中に入れっぱなしするもの、どっちかっていうと出産を終えた人でないと、中にね、入れるものなので、ちょっと痛みが激しいよって、言われるやつもあったりとかはしますが、でもそういう方法もあります。あとは、単純に、生理の回数を減らすっていうこともできますね。その、例えばそのピルも、最初からは無理なんですけど、ある程度その毎月飲むっていうのを続けていって、あ、この薬大丈夫だねってなってきたら、その薬の種類によっては、3ヶ月ぐらいまで飲み続けられる。ピルってあの、ピルをこう、毎日飲んでて、休薬したら生理が来る。出血するっていうものなので、それを3ヶ月間飲み続けるとかっていうのが可能な薬もあったりとかするんですよね。そうすると単純に、生理が来るのが年に4回とかっていう風にだいぶ減らすことが、3、4、10人だよね。うん。っていう風に数を減らすこともできるので、まあ、そう、なんかずっと付き合っていかなきゃいけないですからね、生理みたいな言い方しましたけど、まあ、そういう感じで数を減らすことも可能だったりとかするので、まあ、そういうのと、並行して、それでも、とはいえ、やっぱ年に4回やってくる生理を、気持ちよく過ごしていくために何が合うのかっていうのは、一回自分で一通り買って、試してみるのはいいと思いますし、ワッチは実験してる間は生理が楽しかったです。おやった、月経カップ買ったーって、あー、次の生理来ねえかなーっていう。まあ、その、普段だったら、うわ、来ちまった、最悪って思うことが、まあ、一つのイベントに変わったりとかもすると思う。するタイプだったので、バッチワンの場合はね。まあ、そういう好奇心旺盛な方は、そういう楽しみにもつながるかと思うので、どれが自分に合うかわからないっていう場合はね、あと、これはコンドームとかも一緒ですよ。コンドームとかも、いろんな種類とかね、いろんなブランドありますから、どれが自分に合うのかなって思ったら、一通り買ってみて、一通り使ってみて、
ねえ、だから試着です。靴の試着、洋服の試着と全く同じですので、ね、ぜひいろいろ使ってみて楽しんでいただければと思います。以上でーす。はい、ということでね、まあ、いろいろとお悩み相談とか動画を見ていただいていると思いますが、ここでちょっとしくじり性教育の夕霧チャンネルからお知らせです。今までですね、こちらのチャンネルで動画を、もう1000本以上の動画を投稿してきているんですけれども、まあ、その結構多くがですね、ご子息持ち、まあ、生物学上男性とされる方向けの、発信の動画が非常に多くなっておりました。で、もうそこのネタはもう死ぬほど溜まったので、めちゃめちゃあるので、ご子息持ちの皆さんは夕霧のアーカイブを見ていただければ大体のことは解決するぐらいあるし、書籍も出版していますので、そちらをまず見ていただければもう結構解決できるかなっていうところまで溜まってきたので、じゃ次はですね、バキ持ちの皆さん。バキな持ちの皆さん。本当にね、こういうこと言うからダメなんですよね。そう、バキ持ちの皆さんに、向けた動画、内容っていうのが、もうね、そう、チャンネル見てくださってるのはちょっと分かってるので、なんか、いや、この人たち向けの動画もちょっと増やさんといけんね、ということで、ここからしばらくはですね、生物学上女性の皆さん、花園バギナをお持ちの皆様が、参考になるような動画をいろいろと、配信していきたいなと思いますので、ぜひぜひ今後ともしくじり性教育の夕霧チャンネルをよろしくお願いします。この動画が参考になった、面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、評価ボタンをポチッとお願いします。